皆さん、こんにちは。今回は歌手の桜田淳子さんをご紹介します。桜田淳子さんといえば数々のヒット曲があり有名な方ですね。有名な方だけにいろんな噂を耳にする機会も多いですよね。その中でも特に気になる話題をご紹介します。森まさこさん、山口百恵さんとともに花の中3トリオと呼ばれ、女優としても多くの賞に輝いた桜田淳子さん。今回は多くの関心が寄せられている桜田淳子の旦那さんにスポットを当ててお送りします。職業や名前をはじめ、統一教会を通じての結婚や韓国で開催された合同結婚式についても見ていきます。1992年宗教法人統一教会の信者であることを告白して世間に衝撃を与えた桜田淳子さん。統一教会は正式名称を世界基督教統一神霊教会といい、2023年時点では世界平和統一家庭連合に名称が変わっていますが、この記事では分かりやすい旧略称の統一教会と表記します。教団の創設者ムンソンミョン、ムンソンミョン教祖が選んだ桜田淳子さんの結婚相手は東信之さんでした。東さんの実家は兵庫県西宮市にありましたが、ご本人は福井県敦賀市で工場を経営していたため、結婚後は敦賀市に移り住みます。当時出勤途中の東さんを直撃した記者によると、長身で眼鏡をかけた真面目そうな男性で、受け答えも紳士的だったとのことです。2000年になると工場を畳み、高齢の母の介護をするために西宮市の実家で同居するようになりました。東京世田谷区に居を移したのは2004年です。以降は資産運用で生計を立てているそうです。桜田淳子さんは1992年8月韓国のソウルで開かれた統一教会の合同結婚式で同じく信者である東信之さんと結婚しました。これに先立ち、統一教会の信者だった姉の影響で19歳の頃から自身も入信していたことを告白しています。統一教会は1954年にムン・ソンミョン教祖によって韓国で創設されたキリスト教系の宗教団体です。掲げている目的は教会統一、統一韓国、世界平和で、教義において結婚が重要視されているのも特色です。統一教会はアダムとイブがサタンを中心として愛の関係を結んだことが人間の原罪と考えており、これを正すためには男女が神を中心として結婚しなければならないとしています。合同結婚式の日本での実務のトップを務める人物によると、信者たちの結婚は自由恋愛ではなく信仰による出会いとのことです。では結婚相手はどう決まるのかというと、近年は形式が変わりつつありますが、かつてはムンソンミョン教祖が信者の写真を見てマッチングしていました。つまり伴侶となる人はあらかじめ教団によって決められた見ず知らずの相手というわけですね。桜田淳子さんはお父様ムンソンミョンが選んでくださった方と述べて、統一教会のしきたりに従って結婚します。神が巡り合わせてくれたパートナーと愛のある人生を一緒に歩むことを信仰の中心に置く統一教会。しかし高額献金や霊感商法、マインドコントロールなどが取り沙汰されたこともありました。問題視されている教団の信者である桜田淳子さんにも当然のように批判が集まります。統一教会の広告塔としてのイメージは仕事にも大きな影響を与えることになりました。1980年代から霊感商法が社会問題となり、たびたびメディアで取り上げられていた旧統一教会、桜田淳子さんの合同結婚式への参加はとりわけ世間に衝撃を与えました。他にも信者であることを告白した芸能人の方もいらっしゃいますが、世間からのバッシングや批判によって脱会を余儀なくされました。そんな中、芸能界から追われひっそりと姿を消していた桜田さんはどうしているのか。当時のフライデーは極秘新婚生活を送る桜田淳子さんをスクープしていました。フライデーはダブダブの上着に同じくダブっとしたズボン、帽子を深々と覆った姿はなんとも奇妙、逆に周囲から浮いてるようでもある。
おまけにアヒル歩きで足元がおぼつかないと、かつて一世を風靡した歌手としての面影が消えてしまった桜田さんを捉えています。記者によれば、ふっくりとお腹のあたりが膨れており、妊娠中だったことも記されています。フライデーはこの桜田さんを、この一風変わったマタニティルックのご婦人と称しており、人とすれ違うたびに必ずすっとうつむいていたそうです。社会問題と化していた霊感商法と、その渦中にあった統一教会、世間からのバッシングを恐れて桜田さんは人目を避けた極秘の新婚生活を送らざるを得なかったのです。福井県敦賀市のマンションで新婚生活を送ってた2人でしたが、離婚や妊娠の噂についてマスコミに追い回されていました。妊娠後は敦賀で彼女を見たという話も聞かず、韓国に消えてしまったのか、マスコミは桜田さんを追跡していました。なんと桜田さんは暮らしていた敦賀市から遥か遠く離れた秋田市内で妊婦姿で目撃されたのです。秋田といえば、桜田さんが生まれ育った地、そして母親をはじめ兄氏も住む町でした。その生まれ故郷で純子さんは人目を避けてひっそりと暮らしていたのです。桜田さんが身を寄せていたのは、旧統一教会へ入信するきっかけともなった姉の家でした。桜田さんが統一教会へ入信されるきっかけになった姉についてはまた口述したいと思います。桜田さんは当時、周辺の住民に聞いても全く目撃談がなかったほど人目を忍んで暮らしていたようです。ある週刊誌ではそんな桜田さんの一家団らんの様子を記録していました。桜田さん自宅にて姉夫婦と3人の子供たちが車に乗り込んで外出するときに、最後に身を隠すように車に乗り込んだ桜田さん。桜田さんと姉夫婦一家が訪れたのは 5,6 キロ離れた場所にある体育館やトラックなどもある公園でした。一家がランニングや体操をしているそばで、妊娠中の桜田さんは楽しそうにその様子をカメラに収めるなどして過ごしていました。汗ばむほどの陽気の中でも、彼女は上着も脱がず帽子もずっとかぶったままだったそう。極秘生活のその後、無事出産を終え一男次女に恵まれた桜田純子さん。家族で買い物をする姿が韓国でキャッチされたことがあり、コメントを求められた東さんが、とても幸せですと語っていることから、ひっそりと暮らしながらも充実した結婚生活を送っていると思われます。合同結婚という形で結ばれた桜田夫妻。この合同結婚式とはどういうものなのでしょうか。合同結婚式とは、ムンソンミョン教祖が1960年から始めた統一教会独自の結婚式で、宗教的行事でもあります。正式名は国際合同祝福結婚式です。日本から桜田純子さんや山崎ひろ子さんらが参加した合同結婚式は、1992年8月25日韓国のソウルオリンピックスタジアムにて開催されました。教団の発表によると、世界131カ国から約3万組の新郎新婦が参加しました。世界的にも他に類を見ないほど大規模で、かつ視覚的にもインパクトのあるセレモニーでした。グラウンドのメイン会場に陣取ったのは、桜田さんをはじめ VIP 待遇の人々です。統一教会への批判が高まり、社会問題化した後はほとんど報道されることもなくなった合同結婚式、その後も続けて開催されてきたことに驚きます。近年は独自の紹介システムを通じたお見合い形式で伴侶を決めるようになっているため、結婚相手と初めて会うのが合同結婚式の会場だった時代とは大きく様変わりしています。合同結婚式の時期には、日本からも数百組のカップルとその家族らが韓国に渡航するとのことですから、航空会社や旅行会社にとってもビジネスの一つになっているのではないでしょうか。近年は少しずつ芸能活動を再開している桜田純子さん、本格的な復帰への道のりは厳しそうですが、ご本人は強い意欲があるとのことです。特定の宗教のイメージのある人はスポンサーが敬遠するという業界内のルールや、芸能活動で活動をやりたいなら統一教会の脱会を表明するべきと言われています。芸能界復帰のために桜田純子さんが
統一教会を脱会したのではないかと噂が流れました。統一教会の広告塔といわれる桜田淳子さんが芸能界で売れることはそのまま統一教会の宣伝効果アップにつながるので、統一教会は桜田淳子さんに強制的に整形をさせたこともあります。もともと一重だった桜田淳子さんでしたが、1977年に二重まぶたに改造し、ついでに涙袋もつけています。まさに桜田淳子さんは統一教会宣伝ロボなのです。統一教会は開祖の文鮮明氏が2012年に亡くなり、摘発が相次ぎ物品販売も難しいため収入が激減しているとも言われています。日本の統一教会の求心力も落ちており、資金力が非常に低下している面があります。桜田さんの表舞台復帰はその求心力の維持と活動を活発化させる目的があると思われます。統一教会を脱退しないまま無理な芸能界復帰計画を進めていた桜田淳子さんサイドでしたが、2023年大きな壁が立ちはだかっています。なんと桜田淳子さんにがんが見つかったのです。1月頃に右目がかすんだり物が二重に見えるようになった桜田淳子さんは初めに眼科を受診しました。しかし何の異常も見つからなかったためそのまま放置しました。しかし1ヶ月後に今度は激しい頭痛とともに嘔吐します。総合病院にて検査の結果脳腫瘍が見つかったのです。手術が困難な位置に腫瘍があるそうで、現在は入院して放射線治療を行っているとのことです。とても芸能界に復帰できるような状況ではないそうです。統一教会を脱退した夫の東さんは消される予定だったそうですが、桜田淳子さんが病に倒れその介護が必要な状態になったことから計画は見送りになったと言われています。東さんと3人のお子さんによる献身的な介護が行われているようです。ここで桜田淳子さんのお子さんについてご紹介します。桜田さんには1996年5月生まれの長女と1998年5月生まれの次女がいます。2023年には長女が27歳次女が25歳を迎えますね。いずれも一般人のため詳細は不明ですが、大学を卒業したとすればすでに社会人でしょう。長女については日和という名前の女優であるという噂が流れたことがあります。実際に桜田日和さんという女優さんがいますが、彼女は桜田さんの長女ではなく赤の他人です。日和さんは男はつらいよシリーズの最新作の男はつらいよおかえりトラさんに出演しています。同シリーズにはかつて桜田さんも出演していたことから二人が親子であるという噂につながったのでしょう。実際の長女は一般人で名前も公表されていませんでした。きっと母の美貌を受け継いだ素敵な女性なのでしょうね。娘たちと同じく桜田さんの長男も一般人で詳細は不明です。分かっているのは1994年3月生まれのため2023年に29歳を迎えるということだけです。慶応義塾大学を卒業しているという噂が流れていますが、証拠はありません。噂では桜田さん自身が2016年に子供が慶応を出たと語っていたそうです。2016年に大学を卒業する年齢に達しているのは長男だけでした。そのため噂につながったのでしょうが、真相は不明です。ただきっと優秀な社会人として家族を支えているのではないでしょうか。桜田さんの実家は秋田県秋田市にあります。父は会社員の桜田金一郎さんです。母は専業主婦だった桜田和歌さんです。また9歳年上の兄、7歳年上の姉がいました。桜田さんを統一教会へ入信させたのは姉だったそうです。姉は1972年に20歳で信者となり一時失踪していました。両親は秋田市内を必死に探し、教会独自の結婚式である合同結婚式へ向かう途中だった姉を確保し、強制的に入院させられた姉は教会のことを一切口にしなくなりました。その後は桜田さんの付き人となりましたが、実は両親に隠れて信者を続けていたそうです。そのため姉の影響を直接受けた桜田さんも統一教会に入信しました。
両親は心を痛め、娘と距離を取りつつ、全国原理運動被害者父母の会に参加しました。金一郎さんは、どうか秋田支部の会長として、反統一教会、運動を推進します。1989年に亡くなると、父の後を継いだ。桜田さんの兄が運動を継続します。母もそのバックを務めており、桜田淳子さんと姉を除いたご実家は、統一教会によって、絶縁状態となっています。そのため、桜田淳子さんの母と兄は、脳腫瘍の存在を知りません。このまま亡くなるまで、絶縁状態が続くと思うと不憫でなりませんね。いかがでしたか？2006年には沈黙を破り、エッセイ集、愛する順番を出版した桜田さん。出産、育児、近所付き合いなど、姿を消していた14年間の生活について綴っており、芸能活動への復帰にも意欲はあるようです。2017年には都内で行われた音楽イベントにゲスト出演し、歌声を披露。2018年には、桜田淳子プロジェクトのホームページを立ち上げて、35年ぶりのアルバム、マイ・アイドロジーを発表しています。しかし、未だに旧統一教会の信者である桜田さんが、芸能活動をすることには批判の声が多いのが現実。実際に2017年、2018年と、桜田さんが活動しようとした際には、全国霊感商法対策弁護士連絡会が反対声明を出しています。信者である限り、広告塔のイメージはついて回ってしまうよう、結果、復帰についてはその後は何も動いていないようです。安倍元首相の銃撃事件をきっかけに、旧統一教会問題は再びクローズアップされ、現在旧統一教会の解散命令も審議されています。また、テレビで桜田さんの姿を見れる日はやってくるのでしょうか。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。それではまた。